こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて今回泊まる宿はこちら、エンホテル広島になります。さて今回もどんな宿なのでしょうか。早速行ってきましょう。すごい。さてチェックインを済ませました。ラウンジなのでここにねちょうどコンセントと USB の充電ポートがあるんですよね。ここでなんか仕事とかもできちゃったりして、いい感じのおしゃれな感じですね。はい。ではお部屋へ向かいますか。どうやらこのロビーに QR コードがねさまざまなところにありまして、広島のローカルなスポットをの魅力詳細が書かれているそうです。あちら写真見てください。ほら、ラーメン屋さん、牡蠣のお店、広島風お好み焼きなどなどいろいろありまして、アートもありますね。で観光スポット QR コードをかざすと、なんとその情報に直接飛べるという、とても探しやすいですね。パンフレットとか冊子ではなく、こういった感じでギャラリーとして、ね、見れるのがまた新しいいい体験ですね。ではお部屋の方へ参りましょう。残念ながら今回は朝食は食べませんが、1300円、前日予約で1100円で和食と洋食のねご飯がいただけるそうです。ここがレストランですね。いい雰囲気ですね。すぐ緑があって素敵です。それでこちらの方に、なんとコーヒーウェルカムドリンクコーヒーがあります。お部屋からねマグカップを持ってきて、ここで楽しめるそうです。23時までね。それでは行ってきましょう。ということでエレベーターで今日泊まる3階にやってきました。3階、今日のお部屋は312ですね。こちらのお部屋です。では早速入っていきましょう。まずクローゼットスペースが見えました。カードキーを挿すところはなく、さあ今回のお部屋、じゃ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 ーん、こちらですね。照明が強くなくて落ち着いた雰囲気のお部屋です。スタンダードダブルルームですね。いや非常にシンプルでございます。ちょうど私が見えましたね。ということでルームツアーいつものごとくやっていきましょう。ちらりチラリチラリチラリ、まだ夜だからちょっと分かんないですね。明日の朝こちらは外の景色は見ていきましょう。では早速ルームツアースタート。では入り口から見ていきましょう。先ほどのクローゼットスペースですね。下には使い捨てスリッパがありまして、ハンガーとあります。上にも荷物が置けそうですね。で電気はねここはちょっとないみたいなので、こんな感じの明るさになってます。姿見ありまして、奥進んでいただくとお手洗い等でしょう。321オープン。コンパクトなユニットバスになっております。タオルアメニティ類ありまして、シャンプー類ですね。あります。コンパクトバスルーム、ちょっとねこれが青っぽくていいですね。爽やかな感じがいたします。こんな感じですね。続いてベッド。間接照明がいいですよね。最近増えてきましたね。このタイプの上に向かって光が放たれている間接照明ですね。で、なんとなく私の裸眼では気づきませんでしたが、私目悪いのでこちらアートが飾られております。線状のライン状のオブジェですね。私はなんか陸上トラックに見えました。向こうからなんかこう選手が走ってきそうなように見えましたが、皆さんはどのように見えたでしょうか。ダブルベッド。でパジャマが置いてあります。いいですね。よきよき。そして結構ベッド1台しかない分、ここがね結構広く感じます。ここと。ここのスペースですね。なんか自分で VR とか持ってきたらここで遊べそうですけど。で鏡はここにもありまして、テレビですね。テレビはね大きめ、40型以上50型ほど、40型でした。失失礼いたしました。テレビのリモコンとありまして、ゴミ箱と。で、コンセントがここにありまして、お、あ、ついたね。今なんかついたな。お、あ、つきました、つきました。こちらの電気でしたね。はい。で、デスク周りも1台パソコンを置いて作業するには十分の、幅ですね。奥行きもありまして。で、椅子はこのような椅子。目に類もヘアドライヤー、ティッシュ、ケトル、マグカップとありまして、冷蔵庫オープン、ほいですね。コンパクトなビジネスタイプに、ビジネスホテルによくある冷蔵庫になります。そして金庫と。では、まあ、窓を開けるのは明日また改めて開けて景色を見てみましょう。3階なのでね、低層階になりますが、どんな景色なんでしょうかね。それではルームツアー以上。それでは、はい、シャワーを浴びてきました。パジャマね、こんな感じになってます。ではでは寝たいと思います。明日ね、朝の明るい時の様子見るの楽しみですね。ではおやすみなさい。おはようございます。ちょうどね、朝日が差し込んできました。お部屋からの外の様子は緑でございます。はい、ちょうどね、こちらに朝日が昇ってまいりました。こちらにリバーサイドビューですね。メインホテル広島はリバーサイドホテルになっております。ちょうどね、朝今の時間帯とか散歩している方もちらほら見かけますね。いやー、癒さですね。ちょうどこの窓枠が額縁のようで、外の景色を一枚切り取ったかのような、絵画のようなね、風景ですよね。私も朝ここでパソコン作業してましたが、いや、とても気持ちの良い朝でしたね。はい、こんな感じです。いやー、ロビーにやってきました。あそこがね、入り口でして、ちょうど入った正面にここがね、フロントスペースとなっております。いいですね。カウンターっぽくなく、対面というよりなんだろう、一緒にチェックインする感じでしたね。上のオブジェも綺麗ですね。あ、ちょうどここが吹き抜けになったんですね。なるほどなるほど、素敵な空間ですね。朝食も準備されていらっしゃいます。ロビーラウンジのスペースから外の景色も眺めることができます。こちらリバーサイドとは逆側ですね。ということは、ちょうどレストランの方からは外のリバーサイドの方を眺めることができるんですね。ああ、いいですね。では、ちょっと外散歩に行ってきましょう。ちょうどロビーラウンジが外からも見えますが、ちょうどホテルの前にね、レンタサイクルのスポットなんかもあったりして、確かに広島市の観光にサイクリングなんか便利ですね。ちょうど先ほど部屋から見ていたリバーサイドにやってきました。いやー、気持ちがいいですね、朝散歩するのは。そしてちょうどね、こちらがホテルになります。ホテルの前が木が1本2本3本とありますが、これがお部屋から見ていた緑ですね。素敵ですね。いや、良き朝。さて、中に戻ってきましたが、ちょっとね、昨日気になったんですけど、このラン&プレイっていうところが一体何なのか行ってみたいと思います。階段なんですよね。何があるんだろう。ラン&プレイ、子供の遊び場ですかね。じゃん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 。これは休憩室ですかね。あ、なるほどなるほど。普通に階段から客室に向かえるということですかね。ラン&プレイ、あ、そういう意味ですか。なるほど。的なんか、なんだろう遊び場でもあんのかなと思って、コインランドリーでもあんのかなと違いました。でランドリーは2階にあるみたいですね。私後から見つけたんですけど、ほらこれすごくないですか？わかりますかね？はい。ということで、今回も素敵な開催となりました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。